おはようございます。背番号6、秋元道隆です。今日は練習が午後からなので、今からジムに行きたいと思います。今からみんなの練習前の様子を撮っていきたいと思います。思います。神々だ。はい、枝村選手は着替えてます。今日から復帰ですか？はいっす。もう大丈夫？あ、もう大丈夫っす。はい。はい。何やってるの、これは。絶対違うとこ立たないですよ。どこどこすぐ来んだから、森氏。前よくないこれ。そのマッサージいいの？いいっすね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。それはこれもいいっすよ。ミスター、これいいらしいっすよ。これも両方ともドクター A。 マッサージ器具。マッサージ器具です。読みに行こう。こうやってほぐしてます。それどう？それは何やってるの？これは筋膜リリース、ストレッチしてます。毎日？はい。毎回やってるの？はい、やってます。え？昨日オリンピックサッカー負けちゃったけど、はい、パリへの意気込みをどうぞ。パリ五輪行けるように頑張ります。金メダルは取ります。ほんまやな。取らんかったらどうする？パルコ選手。あれ、パルコ。パルコ選手の特徴は？パルコバ選手の特徴は？僕は、まあ、球際の強さですかね。ミスターみたいなプレーできる。自分の悪口を言われても人の悪口は？まあ、時々言うようになりました。おい、ミスターのだけ言うようになりました。ミスターには直接言います。今何やってたの？誰だ、彼女さん。ゴールじゃん。先ほど行ったから。オーシアン、静学がインターハイ出るけど。はい。いや、はい、頑張ってほしいですね、静学らしく。優勝は？はい。優勝します。いや、マストでしょ。今年強いっすよ。強いの？はい。前後チームの雰囲気どう？いや、めっちゃ最高っす。もう後半戦期待っす。ノブ、今日の練習への意気込みは？暑いけど頑張りましょう。よし。ラス、今日も頑張りましょう。ジョニー、お疲れ。お疲れです。お疲れした。ああ、サウナおじさん。サウナおじさん、本当やばい。本当やばいよ。あの。10分持たしてよ、10分。長い。練習場が新しくなって、みんな楽しそうに練習してます。
パリ五輪が練習してますよ。いいよ。練習場ほんといいわこれ。綺麗になった。入りました。そこに入るかな、ボールが。あれを目指したい。お互いが見合ってるもんね。ステージ絶対こう同じレーンに入る。はい、コータジュース。こういうとこ取らんな、だって。もうないの？ない、なんもない。なんか、あれ、海岸一人で行ったんですか？いや、お前を取るやろ。ちゃんと止めてよ、ボール。もう顔笑っちゃってるやん。ボール止めて。100マリだ、ちょうどいい。おい、どう？いい？いや、わかんない。おい、いいよ。いい。戻ってきたよ。何で戻ってきてんの？もう矢沢しかいないって。大変なんだって俺も。今日の夕飯はサラダと肉野菜炒めと焼肉とご飯と味噌汁とオレンジジュースです。鮭は？鮭はまだ焼けてません。今からこの道具を使って体のいろんな部位をほぐしていきます。だいたい2時間ぐらいやります。今から朝飯を作りたいと思います。いつも食べてるのはこれです。まず飲むヨーグルトを入れます。で、これを入れて完成です。はい、いつもこれを食べてます。次は翔太です。まずは
頑張ります。